子ども哲学っていうのはみんなで一緒に問い、話し、考える時間です。このままにしておくと地球はどうなっちゃうのか、人間は何をすることができるのか、そもそも人間は何をすることができるのか、友達ってどういう定義ですか、どうして人はなんかコミュニケーションを取るのか。なんで勉強しないといけないの、なんででしょう。今将来のためとか言ってるし、まあ、小学校と中学校義務教育だから行かないといけないから。なるほどね。学ばなかったら、自分でミスをしていろんな人から軽蔑されるようなこともあるのかなっていうのが、こう普通の日常にもお金を計算したり本を読む時とか必要だから学ばないと生活できない。子供学ぶとかそういうこと。でも基本的にはみんなやっぱり勉強ってしないといけないってことには賛成ってこと？分かってるけど。めんどくさいけど。一人でうちで勉強してたらこういうふうに話す機会もなくなって人の考えを学ぶ、勉強することができなくなっちゃう。宿題は必要なんだと思うけどやりたくない。なるほど。必要なっていうのは分かってるってこと？みんな分かってるね。みんな分かってるの。学校と塾でするのが一応勉強？生活でも学ぶことも勉強に入る。そう、勉強と学ぶって一緒？どうなんだろう。みんなになんか意見じゃなくて問いたいんだけど、本ってさ勉強と学ぶのどっちに入るのかな。ボス、じゃあみんな一緒からみんなで考えてください。知りたいことを自分でこう探したり見つけたりできる。自分も目で見たり感じたりするものから覚えるってことなので、やり方がたくさんあっても答えは一つのものが勉強なのかな。でもそれ学びでもあるの？学びでも。教科書がどっちに入るのか。教科書は勉強。